皆さんこんにちは、矢崎優香です。さとしです。今回は前回に引き続き夫婦のセックスの話についてお話ししたいと思います。はい。夫婦で理解しておきたい5つのことを、ということで、せっかくなので、はい、その質問をここでお互いにやっていきたいと思います。はい。ぜひ皆さんも結婚してない人は結婚する前にやってみてください。はい。第1問、はい、じゃん。性欲はどれぐらい強いですか。星5つで答えるなら、マックスが強い、星0が弱い。性欲がどれぐらい強いか、最近のでいいよね。うん、せーの、じゃじゃーん、星2つ。お、同じ2つ。うん、まあ、このぐらいですかね。結婚してびっくりしたのが、佐藤くんが思ったより性欲がないのにびっくりしてないことが悪いわけじゃないよ、うん、男の人は性欲が強いもんだって私は勝手に思ってたので、うん、あれこんなもんみたいな、こんなもんって思ったし、なんか誘われないっていうか、うん、したいって思われてないっていうのが、うん、なんか、え、私ってそんな魅力ないのとか、うん、え、何が悪いんだろうとか、うん、こうなんか、あ、私が悪いのかなってすごくなんか思って、うん、私はすっごく悩んでた。それについてはすまんとしか言えないな。どの程度相手がセックスの欲があるかっていうのを知ってないと多分びっくりしちゃうから、うん、これは話しといた方がいいかなと思います、うん、はい、はい、第2問、あなたにとってセックスとは、あなたにとってセックスって何って聞かれたら、せーの、じゃじゃん、コミュニケーション、人にしてあげること。人にしてあげること。人って言い方よくないな。恋人にしか、いや、好きな人にですか。好きな人にしてあげること。人にもよるけど、私にとってはコミュニケーション、まあ、夫婦のセックスはコミュニケーションと思ってて、うんうん、普段から会話がなければ多分これもしないし、うん、まあ、なんとなくこれかな。なんとなくコミュニケーションだかな。夫婦の間では私はこれかなっていう気がします、うんうん、前はね、まあ、分かんない、そんな意味を考えたことなかったんで、うん、で別に分かんないなみたいな感じで思ってたんですけど、まあね、いろいろ喧嘩して話し合った中で、クリスチャンの方は夫婦間でしかできないコミュニケーションの一つだってことで、ああそうかって思うようになった。で、まあ、僕はクリスチャンではないので、別にこう婚前性交してはいけないって思ってる人間ではないので、夫婦でしてあげることというよりは、まあ、好きな人にしてあげることかなって。なんでしてあげるの。ああ、男だから、男から行かなあかん。自分がしたいじゃなくて、してあげるなんて。ああそうかも。サービスみたいな。俺そういう感じじゃん、割と。普通なんてことやん、好きな人にすること、好きな人とそうする、あ、好きな人とすることか。してあげるってことはシャーなし的な。本当だよ。だそうです、はい、次、3つ目、どれぐらいの頻度でしたいですか。こんな聞くかね。知らない方が良かった真実っていうのも世の中にはあるじゃない。でも知らないままだったら離婚だよ。どうする、毎日したいと思ってる人とさ、1年に1回でいいって思ってる人と、それこそ相性が悪いっていうことでしょ。長い書きましたよ。せーの、じゃん、はい、月2回ぐらい。おお、月2回ぐらい、もしくは3週間に1回くらい。おお、月に3回から4回かもしれないけど、そうではないかもしれません。何月に3回から4回かもしれないけど、そうではないかも。意味わかんない。でも3、4回多めに書いといたけど、本当は少ないよって言いたいんでしょ。違うよ。違う、予防線を貼っといたのさ。はい、別に僕は結婚後とか結婚前から変わんない、このぐらいがいいなっていう。月に3回くらい、うん、か
かなって。これもね、なんかね、最初すごい話し合ったんじゃんね、うん、これぐらいのペースならいいからとか、やっぱ少ない方に合わせるしかないよねみたいなとことか、でもなんかなんで毎回そっちのタイミングでとかで、なんかタイミングも分かんないから、なんかこっちは例えば準備とかしたりとかしても全然そうじゃなくて、こうふんってしらってされるとすごい悲しくなったりとか、女の人はすごく努力してると思いますだけど男の人はね、仕事で疲れてたりとか、まあ、気分が盛り上がらないとできないからね。ここがさ、あれ、合わない夫婦同士だったらどうなのかね。でも妥協するしかない、ね、まあ、うん、妥協するしかないよ。でも聖書的にはなんかやっぱり妻の体は旦那のものだし、夫の体は妻の体なんかマグやっぱそのね、相手のためにっていうのもないとダメだし、思いやりでもあるし、我慢するのも思いやりだし、お互いのね、優しさで折り合いをつけるしかないよね。なんか喋るじゃあもう吹きそうだった。誰の体はツナのお前のマグロそして8つ目、はい、セックス、セックス断られたらどんな気持ちになる。え、これ真面目に書いていいの。いいよ、ズバリ言うわよ。本当に長えな、長えなはい、せーの、じゃじゃん、否定された気持ちになります。あの、女としての価値を否定された感じになります。まあ、そうかってまあ、そうかないは疲れてるのかなとか、あの、女の子だと生理中なのかなとか、生理前でね、辛いのかなとか、うん、そうかってそうだよね。うん、男を、あ、まあ、傷つく人もいっぱいいるだろうけど、うん、女性の方が傷つくだろうね、多分。あ、そう。なんか男はほら、男が断られる場合って、まあ、さっきも言ったように生理前でなんか、うん、まあ、もしくは生理中でとかもあるし、また仕事で疲れてるのかなとか、うん、まあ、いくつか理由があるじゃない。女性が男に断られるのってやっぱ、まあ、疲れてるのかなとか、それぐらいしかないじゃない。他の理由が思いつかないんですけど、うん、それぐらいしかないから、なんだろう、仕事だって今日休みじゃんみたいな、うん、になったらなんでしてくれないのみたいな、じゃあ私に興味がないかなみたいなのに陥りやすいのかな、うん、あとやっぱ女性脳の一つで、やっぱ何か現象があると、まあ、感情に結びついちゃうショックっていうのが余計こう、なんだろう、なんでなのかなっていうのがだん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 、それも感情を含めのなんでなんかなってなっちゃうから、余計こう傷つきやすいのかもしれません、うん。あとは断られるってことは誘ってるっていうか、うん、なんかアプローチしてるわけじゃない、うんうん、女性からアプローチするっていう時点でもうだいぶプライドへし折ってんのよ。本当は誘われたい女だから、うん、だから男の人から来てほしいところを自分からこうアプローチしたのをもう断られたら絶望って感じです、うん、ちゃらけてこうね、しようよとか言える人もいるかもしれないけど、うん、なんかそういうの言うことすらすごい勇気が必要な子もいるから、うんうん、そうに言ってきた時は無理、お期待に応えてあげよう。いや、その時無理でもなんか今日はこうこうこうだからできないけど、こういう時には俺から誘うねとか、うんうん、でその言ったことを守ってあげるとか、うんうん、なんか大事にしてあげたらいいかなと思います。はい、なんでそんな反省モードみたいになるの。反省中だボイ。なんで反省中最後、はい、求められなかったらどう思う。エッチをセックスを、そう、例えばまあ1ヶ月経って2ヶ月経って3ヶ月経っても相手からしようって言ってこなかったら、なんとも思わないでしょ、どうせ。何やりやしとん。どう思うかね。うん、そうだよ。せーの。ででん。このままずっとしなかったら他の人としてやるって思う。マジ？マジかい。はい、あれどうしたんだろう。
なんかちょろっとなんか切れ終わった俺も。気持ち的にはこうなるね。うん、うん、もう気持ち的にはあれどうしたんだろうって思う。でも女の人からさ、そういうこと自体がそんなにないからどうしたんだろうぐらいだよね。うん、そうかも、わかんないけど。どうなんだろうね、しなくて全然平気っていう女の子だったら多分あ、しないんだぐらいかもしんないけど、全く誘ってこないってなると、なんだろう、他の人とやって違うかとか、ね、そうそうそう、他の人としてんのかなとか、うん、まあ本当にそれがめんどくさくてやりたくないんだ、うん、みたいな。いらないじゃんってなる、うん、動画見ててさよならみたいな、うん、って思うから、ね、うん、なんか他の友達とかと話してる中では、やっぱりこの夫婦でセックスなかったら、うん、女としてこのまま枯れてくのかって思うよねっていう言葉は聞くわけよ。だって旦那さんとしかできないから。まあね、でそこで満たされないんだったらもう他の人に女の子扱いしてもらうしかないよねみたいな感じで、ね、みんなこう外に行っちゃうんだと思うんですけど、うん、そうしないにしても、うん、気持ち的ではこういう気持ちになるかな、うん、って思います。はい、はい、どうしたのかな。そっかみたいな。あ、じゃあ逆に3ヶ月断り続けられたら、え、だからそれがこれ、ん止められなくなった、あ、断られたらね、うん、あ、でもこれかも、割とどうしたのかな、どうしたんだろうで終わり、うん、体調悪いんかなとか、え、俺のこと嫌になったのかなとかも1ミリも思わないかも、正直。やば、え、1ミリは嘘だな。あ、でもそんなそこまで いかないと思う。じゃあ例えば半年断られてたらしようってしても嫌だ。1年とか経てばあれ嫌いになったんかなって思うかも。うーん、半年経験がないからあれだけど、想像でしかないけど、うん、半年とか、まあ、3ヶ月では少なくとも思わないな、多分確実に思わない、変、自信通過かの思う。そうなんだ、うん、だって今世紀最高のラブラブ夫婦じゃない。ふぅ、交換を入れときなさいよ。うん、でも例えば、うん、他の夫婦ではわからないけど、うん、女性がセックス断るって、うん、相手のことを若干好きじゃないとか、うん、男として見れないとか、うん、触られたくないとか、うん、そういう時だと思うよ。まあね、確かにそうだと思う。だから、うん、それで例えば半年とか1年とか放置しちゃうと相当心が離れてると思います、うんうん、その時には、うん、ハグとかしてれば幸せだって思っている人と、まあね、ハグとかだけでは幸せじゃないって思ってる人もいるから。そこはでも敏感に相手がどう思ってるのかっていうのをキャッチしないと大変なことになっちゃいますよね。はい、はい、と思います。ということで、終始怒られてる気分でした。今回は理解しておきたいこと5つということで、はい、質問に答えてみました。はい、あと夫婦で理解してよかったなって思うところが、あの愛情表現を何でしてるか、うん、その認識の違いね。そうそうそう、そう、うん、なんか私はセックスで愛情を感じるタイプだったので、うん、セックスした後にあ幸せだなとか愛されてるなじゃないけど、そういう風に感じてたから、うん、なんかそのセックスを例えばしてくれないってなった時に、あ、私のこと好きじゃないのかなとか大事に思ってないのかなって、その愛情と直結してたわけ、愛情表現と、うんうん、だからそれをくれない時はすごく嫌だなって思ってたんだけど、うんうん、聞いたらこの人はセックスをしても幸せと感じたことがないと。反省中くん出番だ。という話を聞いて、あ、だから私にも別に与える必要がないって思ってたんだなって思ったの で、はい、でもこっちはね、その言葉とか普段のサービス、家事やったりとか手伝ったりとかそういうところで愛情を表現してたから、それで満足だろってこっちにくれてたんだけど、私はそれが愛情表現ですっては受け取ってなかったから、まあ、もちろん愛情表現と思ってたけど、うん、お互いのギブアンドテイクの
立ち位置が違ったんだよね、うん、なのでそんなところも理解したらいいかなと思います。はい、はい、ということで夫婦で理解しておきたい5つの質問一緒に答えてみました。シャイボーイだからバイバーイ。バイバーイ。熟し